鏡の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前の頂点。はい、始まりました、日刊マインクラフトの時間でございます。おっす、今回もやっていきましょう。私が FB37 です。そしてこの私はニワトリ界のプリンスとして言われているニワトリ頭キックマックスです。ハルモホットです。ヨヨです。早速プレイしていきましょう。ヤギ、雨がしんしんと降ってますね。しん、なんか地上の方では面白いことねえのかよ。地上は至って平和だから。のんきに家作りしてんじゃねえぞ。泣く子も黙るハード RPG やで。なんか俺文句ばっか言ってるおっさんみたいになってる。でも言ってることは当たってるね。すげえ、うわぁ、うわぁみたいな声ですね。誰だこれ、これそれ系じゃないね。それ系じゃない。それ系。ピックンは何系だと思ってるの？本当だよ、俺は何系だと思ってるの？ふぅ、これは一大ビジネスだでや。一大ビジネス順調？いや、まだまだかかるよ、これ。俺はプライベート時間を利用しないと無理だべさ。プライベートラインやん。プライベートラインやんだよ。プライベートライアンとプライベートニャンニャンだったらどっちがいい？ニャンニャンかな。いや、なんか言葉だけでお前ら判断してるけど、お前らもしかしてプライベートニャンニャンがものすごい苦痛なことだったらどうする？それはない、ね、でも今すぐ決めないと楽しめないよ。楽しめない。楽しめない。今すぐ決めて、なおかつめっちゃ苦痛なことだったらでも。でも今すぐ決めたら最高かもしんない。プライベートニャンニャンに君もかけてみないか？いや、俺はかけない。そういうのにはかけない。マジか。一か八かの勝負をするべきじゃない、まだこの年で。何の話つかない。あれ、アルバ今どこに、どこ作ってんの？俺今、3階はできたよ、畑。反対側？え？ 3 階。農場今一旦飽きたから今工場に向かった。俺もあれ、俺もいないよ。もうだから地下にいるって。こんな地下進出してたんか。え、地下にもいないよ。え、地下 奥の方にいるよ。俺はいつでも地下の奥。俺の知らない地下あんのここ。え、で、ここで話戻すけど、プライベートニャンニャンなんだけどさ。ちょっと気になってやっぱ気になるでしょ。いやいや、やっぱダメだって。絶対危険、危険だもん。そんな罠だもん。だって、完璧に。どうせ歌舞伎町で歩いてたら、プライベートニャンニャンあるよって言われたら。あ、完璧に罠だね、それ。それはちょっと罠っぽい。罠だろ、そんなもん。え、でも、あれだよ、めっちゃその呼び込みのお兄さんの服にめっちゃ猫の毛ついてん。いや、罠だね。いや、ススキノだったら。そんなことできるだろ、普通に。ススキノ？ススキノだったらワンチャンあるかもな。そうか。そうなんだ。ちなみにプライベートニャンニャンはいくらなの？プライベートニャンニャンはね、1時間で8000円。安いなぁ。ちょっとそれだったら逆に戸惑うレベルだね。でもあれだよ、あのニャンニャンのドリンクは別料金だから。マジか。え、ちょっと待って、あのさ、今さらだけどさ、ニャンニャンはどういう店なの？もうそこまで行くと一つぐらいしかなくなってくるけど、候補が。もうプライベートでニャンニャンできる。あの壁で仕切られてるけど。まあそれじゃないとプライベートじゃないからね。そうそうそう、上からは覗けるシステムだね。そうなんだ。うん、プライベートライアンのプライベートって二等兵っていう意味じゃなかった？まあ今そんな話はする。確かに。お前のんびり屋さんかよ。今のはあかんぞよ。
今のは今のはあかんわ。お前積み上げてきたギャグなのにさ。しかもお前そういう意味だったのか。俺も知らなかったです。やべ。ワイワンやべ。ワイワンやべ。つえワイワン。お前が真実に気づくから消されたんだぞ。消されたな。ワイワン超つえ。ワイバン強いって言うてたやろ、わしらが。何作ろうかな。あれ作って。FF5 の12個の武器置いてるところ作って。あ封印されるし、武器。そうそうそう。あれか。あれワクワクするでしょ。確かに。確かに、あれ、最初に何取ろうかめっちゃ迷うもん。でも普通にエクスカリバーじゃないの？だいたいエクスカリバーとサスケの刀とか。ああ難しいな、これ。作るんかい。あと、そんな封印するための武器ある？封印するほどのものはないね。いやいやいや、これから作り上げんだろ、だからそれを。この世界にはだって封印した方がいいぐらいの強力な武器は多分たくさん出てくるわけだろ、これから。わかった。じゃあ、裏庭に作るわ。裏庭にできる封印されし武器群。しかも、俺ら使わなきゃいけないものをわざわざ封印することになるから。いや、だから、使い終わったやつを封印すればいい。ただ、封印じゃないよね。それ、ただ、しまってるだけだよね。よし、じゃあ俺、さあ、エオが取ってきてくれた素材で作っちゃいますか。あー、でも影ワニの頭やっぱないぞ、一個。影ワニ倒さなきゃ。影ワニの頭持ってるやついねえの。ここに入ってたりしないの。ワニワニ。いや結構貴重品だったんだこれ。じゃあ影ワニ買ってくるか。影ワニいたいたいた。うわ怖い。もうすぐそこまで来てる。影ワニー。おおすげえ。出たー影ワニのブレイクダンスだ。何それ。しかも勝手にダメージを受けている。やべえ、来た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 。やられとるがな。まあ、ちゃんと音叉鳴らさないからだぞ。そうだ、音叉鳴らさないと影ワニはひるまない。あいつやってくれる。あいつよし、お前が呼び寄せたら俺が倒してやるよ。こっち側に行った方が手っ取り早い。わあ、でもやばい、キックン助けてくれ。早っ。あのドルなって影ワニを。ああ、こっちにめっちゃいっぱいいる。いいじゃん、いい狩り場じゃないですか。よし、キックン連れてくるぞ。ほら、こっち向け。狩りごっこだね。すげえ来てる。艦隊組んでやがる、こいつら。エビ、後ろからゾンビ来てる。お、倒してくれ。よっしゃ、影ワニを。バンバ先生。こいつらマジめっちゃ硬いよ、まず。お、クジラ、陸に登ってからいて。お、こいつ陸に登ってきたせいで燃えたぞ。影ワニがいねが。ワニワニ、影ワニ、ワニワニ、影ワニ。増えたな、お前ら。もう貝のやつ作っちゃおうか、じゃあ。あ、でも一匹湧いた。いいね。いや、多分あいつで、あいつでラストちゃんにしよう。Give me a chance。ラストチャンスの。BGM 流してる。 BGM ですか。トゥットゥルドゥットゥットゥー。なんでアクトレーザーやねん。なんでやねん。雷落ちてきそうじゃない。ガガーン。あ頑張れ、ラストチャレンジ。おーし、任せろ。カツカレー食いてんだ俺は。びっくりした。今絶対お前の攻撃当たったろ。そうだよ。そうだ、やったか。やったけど落ちてる気配がないな。さあ何がつくかな。落ちはするんだけどね。頼むぞ。ほい。あはあはあ。ダメだった。ダメだった。フレーム1、パンチ1。うわあ。普通に外れです。泣けるですなんてこったい。そういう時もあるさ。でもまた集めてくれゃいいだろ、俺の天空トラップタワーが完成すればな。イエーイイエーイ。じゃあそんなアロマのために武器を作ってやろう今。俺っちがいいよ。
った。頼んだよ。工業と炭鉱でコツコツ貯めたレベルが。さあできるぞ、とうとう海洋生物の。あ、武器が。頼んだ。ボウヘッドアーチャー。ボウヘッドアンカーだ。アンカーなの？これだ。見ろ。おすげえ。人間がわーいってやってる。あれみたい。人間の記号を持ってるみたい。そう。おお、なんか出てる。これすげえ、めっちゃ連射できる。え、それ弾は？いや、無限無限無限。マジで？え、それめっちゃ強くね？いきなりシューティングゲームだったんだけど。すげえ。威力は？威力、じゃあ、誰か裸になって。じゃあ、鹿で試そうか、また。鹿 HP。鹿じゃないよ。鹿 HP なんぼ。鹿 HP2。いや、死ぬ飯食えじゃあ、俺を撃て。わかった。アロマどこだ？よし、行くぞ。なんぼ？あー、2.5。あー、でもまあ、こんだけ連射できればいいわな。すげえ。しかも、おしっぱでいいわ。じゃあ、これは、アロマにやろう。やったー。今取ろうとしてたぞ、あいつ。ピュン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 、バーカーすげえ。海洋生物やるじゃん。あ、けど連打した方が早いね。確かに。それ連続で言っても敵に当たんのなんか。いや、多分ね、それヒットストップみたいなのあるから、連続では当たんないと思うけど。あ、そうだね、こうなる。いで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 。ああ、まあ、やっぱり。まあ、なるけど、複数の敵がバーって攻めてきたときに、それがあればね。そうね。エンチャントできる？ああ、できないか。ああ、やっぱさすがにできないんだね。なるほど。できないわ。じゃあ、この武器はなんて名付ける？いや、鹿殺しでいいんじゃない？いや、サトルさんだな。サトルさん。え、おいおい、頼むぞ。サトルさんって言ってみ？サトルさん。あーあー、やる気なくなってまーす。やる気ないわ。もうちょっと下水感じでした。サトルさん、ここにチェスト作りました。ありがとう。何これ？骨チェスト。え？あ、落ちた。何骨チェスト？何これ？なんか意味あんのこれ？いや、ないね。ブヒーみんな落ちてくる